さんこんにちは、アンドゥイヤです。今日はね、この横浜のスカイビルっていう、スカイビルでね、確かスカイビルっていうところを紹介していきたいと思います。初めて YouTuber 的なことを今日はやってみようかなと思っておりますので、よかったら皆さん見ててください。それではスタート。いやーすごいですね、このね、全体的にね、これ遠くから見ると船になっております。タイタニック号みたいな感じになっておりまして、はい、いつかこのね、真ん中のね、このステージみたいなところでライブができたら最高だろうなって思いながら、こちらの周辺を紹介してみました。イエーイ。え、俺あ、違うよね、俺ではない。ということで、こちらすごいジャングルっぽい感じの空気感が出てるなと思って撮ってみました。こちらも見つけてみてください。イエーイ。いやーすごいですね、この天気も今日良くてね、でこれエスカレートを登っていくとね、この絶景をね感じられるということで、すごくないですか、この絶景ね。今度ね、夜のバージョンもやっていけたらいいなと思いましたね、これ撮っててね。はい、素晴らしいです、ありがとうございます何のありがとうだいや、不慣れではありますが、このね、ちょうどハンバーグ屋さんかな、ちょっとここ紹介したかったんだけど、潰れてるっていう、潰れてたということで、こっちのね、こっちのこの、なんていうんだろう、ショップもいい感じでおすすめです。はい、ぜひね、今度した時は見つけてみてください。それではドドドドドーン、めっちゃ綺麗な景色です。すげえいい感じです、ね、おしゃれな、そのぜひ僕と一緒にここでデートでもしませんか、誰かさん僕と一緒にデートでもしましょう。このね、さっき紹介した下のステージみたいな場所、ここからも見れる感じなので、ここでライブができたらいいなと思いました。それではまた引き続きレポっていきたいと思います。てな感じでね、もう紹介する場所がなくなってきましたね。この意外と全貌がもうこれだけでしたというかこれだけと言ったらあれだけど、これはまた店の中とかでね、食事ができたらもっともっとなんかいい感じだと思います。はい、ちょっとアメリカ風な、ちょっと日本離れしてる感じのこのお店たち、ぜひデートとか、また友達同士でもね、なんかちょっとハンバーグ食べたいなって時はこのお店で、もう何度こうやってやるのかっていう話だけどぜひね、行ってみてください。ちょっとプールじゃないよ、なんかエスカレーターが見つからなかったエスカレーターが見つからなかったから階段で降りるしかないのかなっていう、エスカレーターを見つけよう。ちょっと僕もここ久々に来たからね、ここはね、友達に教えてもらって知ったんだけど、はい、エスカレーターを見つけましょう見つけて降りよう。ちょっと帰りモードになってます、帰り道モード。はい、スル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 。これ画面どこ見ればいいんだろうね。あ、このカメラかな。銀色の波に二人溶けてしまい、そう、めっちゃね、シャレオツシャレな音楽流れてるけどということで、ありがとうございます。はい、皆さん楽しめたでしょうか。
でねお送りしました。ちょっと初めてこういうYouTuber 的ななんかことをねしてみたんですけど、なんかどこ見ればいいのかわかんないんだけど、ちょっと目の視点がどっか変な感じになったらすいません。はい、今日はねスカイビルっていう場所をね、横浜のねを紹介してみました。こんな感じでね、いろんな街を紹介したりとか、今後ちょっと食べ物使ってなんかやったりとか、食べ物使ってっていうか、まあ、美味しいご飯食べたりする時とか、なんかいろいろ楽しいことできたらいいなと思っております。いや今回はね、横浜のスカイビルという街をお届け、スカイビル、街じゃないスカイビルという場所をお届けいたしました。今日はね、YouTuber 的なのは初めて今日やってみたんですけど、楽しかったです。ここまで見てくれてありがとうございます。また次回はね、夜のスカイビルとかも紹介できたらいいなと思っております。スワンデューでした。バイバイ。スカイビルよりこっちの方が気になるかも。